言葉で言い表せないような苦しみ抱えているのが被爆者だよなということが分かりましたしね。私ね、ここの山口千次前の会長からですね、連絡があってちょっと会いたいということで、でここに、前の建物ですけども、ね、来て事務局長をやってくれないかという話だったんですよね。それが1983年。で私はそこにもありましたように労働組合の仕事をずっとやってきましたしね、まあいわば組織的な活動というのは、経験があると。でそんなふうに困ってるなら手伝いましょうという軽い気持ちでした。ただもちろんね、私は被爆者だし、こういう体験持ってるし、被爆者、その時はね、まだ被爆者のための仕事という気持ちだったんですよね。被爆者の思いを実現するというようなことよりは、困ってる被爆者がいっぱいいるだろうと、その人たちのためにね、なるんだったら、これはなんとか力を割きましょうと。要求調査と言ってた。要求調査っていうのを始めたんですよ。でそれはね、1980年に厚生労働省、その当時はまだ厚生 大臣厚生省ですけど、そこがね、被爆者問題、被爆者対策か、被爆者対策基本問題懇談会という、諮問機関を作って、そしてその答申が出たのが1980年なんですね。ただそのとんでもない答申を出してるんですね。原爆の被害は我慢するのが当然だと。で それがね、いかに間違ってるかということを、被爆者の要求を調査してみようと。そしてその中からね、反論していこうじゃないかという趣旨で、被爆者の要求調査っていうのは、それはね、B5 の用紙に6項目ぐらいの、被爆して一番つらかったことは何ですかとかね、そんなふうなね、項目がこうあって、それに文章で答える、そういう調査なんですよ。それがね、ちょうど集まってきた時だったんだよ。で、このくらいありましたよ。長崎でも1000枚近くやった模様です。だからね、それに目を通すのが私のまず初仕事のようでした。だからそれは一生懸命こう目を通していったんですけれども、そのね、一番まあ、ぐさっとこう来たっていうのはね、あなたにとって被爆して一番つらかったことは何ですかというところだったと思うんだけども、原爆を受けたことと、ポツッとこう書いてあるわけなんですね。で、他のもうこう、他の項目にもいろいろ書いてあるわけですけども、全体的に見てね、そんな立派な文章っていうのはないんですよね。たどたどしいんですよ。で、たどたどしい文章だけにね、その書いてあることがもう胸に応えるんですね。で、その中でもやっぱりその一番つらかったことは被爆したこと。僕らだったらそういう書き方しませんよね。まあ被爆して一番つらかったことは何ですかと聞かれて、被爆したことって書くことはまずないだろうと思うんだけども、
それがね、まあ言ってみれば真に迫ってるわけなんだ。でその調査を読んだことがね、これは自分が考えてたような仕事とは違うぞと。被爆者というのはただ怪我の跡があるとか、その今も体が弱いとかっていうことで苦しんでる、それだけじゃないと。本当に言葉で言い表せないような苦しみ抱えてるのが被爆者だよなということが分かりましたしね。それがこのもう今年で25年目になるんですけども、になったきっかけですね。